JCFMTV ジャパンシリーズとは、日本自転車競技連盟が主催した、マウンテンバイクレースである。2001年から2014年まで14シーズンに、渡って開催され、2015年から、年間シリーズ戦は、クップドユジャポン MTV に引き継がれることとなった。クロスカントリー、ダウンヒル種目が年間シリーズとしてそれぞれ開催され、各レースのカテゴリーと順位で与えられるポイントを、 総合して年間タイトルを決定し、ジャパンシリーズチャンピオンとして表彰していた。通称は J シリーズ。クロスカントリー、ダウンヒル、それぞれ男女エリートクラスの上位者にポイントを与え、高ポイントを獲得した大会のポイントを合計して決定される。開催するレースの数はその年によって違うため、合計される大会の数はその都度変更されている。 ジャパンシリーズチャンピオンを決定するランキングと並行して翌年のクラス分けを行うための全公認レースを対象としたナショナルポイントランキングも存在しており2012年と2013年は J1 のみを対象としたジャパンシリーズランキングはナショナルポイントランキングに統合され全公認レースを対象とした総合ランキングで競われている J 国際 J1J2 J3 のクラスがある。それぞれ順位に対するポイントが設定されており、2013年は1位に対して、J 国際175ポイント、J1150 ポイント、J275 ポイント、J3 及びダウンヒル予選20ポイントが与えられる。男子は上からエリート、エキスパート、スポーツ、女子はエリート、スポーツのカテゴリー分けがなされている。 ジャパンシリーズランキングの対象はエリートカテゴリーである。エリートはその年内に17歳以上になるもので、クロスカントリーは全年度同カテゴリーランキング70位とエキスパートランキング25位以上に特別昇格者を加えた約100名、ダウンヒルは全年度同カテゴリー50位までとエキスパート20位までの昇格者に特別昇格者を加えた約70名で競われる。 エキスパートはその年内に14歳以上になるもので、クロスカントリーは、全年度同カテゴリーランキング120位と、エリートからの高格者、さらにスポーツカテゴリーランキング50位以上に、特別昇格者を加えた約170名。ダウンヒルは、全年度同カテゴリー100位までに、高格者、スポーツ30位までの昇格者、特別昇格者を加えた約130名で競われる。 エキスパートとスポーツは J1 のレースで優勝すると上位カテゴリーへの一発昇格が可能となり翌年までその上位カテゴリーで走ることが可能である。女子についてはスポーツカテゴリーで優勝することでエリートに昇格となり降格はない。2013年はクロスカントリー21名ダウンヒル15名が女子エリートカテゴリーに登録されている。 クロスカントリー、男子エリートクロスカントリー、女子エリートダウンヒル、男子エリートダウンヒル、女子エリオト2013ジャパンシリーズ参加について、a b c d e f g h 二千十四リザルトハット a b c d e f g h 二千十三リザルトハット a b c d e f g h 二千十二リザルトハット a b c d e f g h 二千十一リザルトハット a b c d e f g h 二千十 リザルトハット ABCDEFGH2009 リザルトハット ABCDEFGH2008 リザルトハット ABCDEFGH2007 リザルトハット ABCDEFGH2006 リザルトハット ABCDEFGH2005 リザルトハット ABCDEFGH2004 リザルトハット ABCDEFGH2003 リザルトハット ABCDEFGH2002 リザルトハット ABCDEFGH2001 リザルトありがとうございます。